はい、では深層学習を用いた自然言語処理の3回目ということで、今回はセックトゥセックを用いた言語モデルによる文章生成について、鈴木が発表します。今回は大きく分けると言語モデルについてとセックトゥセックと終わりにという3項目に分かれます。ではまず言語モデルについて説明します。はい、言語モデルとは、単語の並びに対して確率を与えてあげる。で、その自然な単語の並びかをこの確率で評価してあげるというものです。まあ、例ですと、You say goodbye は、まあ、普通にありそうな文章として高確率。で、こちらもう一つが、You say goodbye、まあ、これは絶対ないだろうみたいなので、低確率な数に確率を与えてあげます。これの言語モデルは、様々な、機械翻訳だったり、対話システムだったりのアプリケーションに応用可能です。またこの確率分布を使うことによって文章を生成することが可能です。はい、この言語モデルを数式によって表現すると、まあ、単語を W1 から WM というふうにして、その順序で単語が出現する確率を、これを同時確率と言います。で、この同時確率はこのような、相乗の式で表すことができます。はい、またこの言語モデルの予測性能をパープレキシティ、確率の逆数で評価することが可能です。確率の逆数の評価はこのようになっています。この L が損失関数で、パープレキシティがこの確率の逆数で計算することができます。次にセックトゥセックについて説明します。はい、セックトゥセックはシークエンスとシークエンスの略称で、時系列データを別の時系列データに変換するモデルです。このセックトゥセックの形として、エンコーダーデコーダーモデルというふうにも呼ばれています。またこのセックトゥセックにおいては、エンコーダーデコーダーにそれぞれ RNN、リカレントニューラルネットワークモデルを利用しております。ではまずリカレントニューラルネットワークについて説明します。リカレントニューラルネットワークは、この図のようにループする経路を持っています。これ今、行列で表してますが、この一つ前の出力データを次の RNN の方に持っていくというふうにして、一つ前の出力データが入力に与えられます。これを数式にするとこのような式にで表すことができます。はい、ではこの RNN を使って言語モデルを構築すると、このような図のようになります。まず入力単語を、ベクトルに変換してあげて、それをリカレントニューラルネットワークに与えてあげます。で、これを、全結合層に変換してあげて、それを確率としてソフトマックス層で変換します。そうすることによって出力単語を出すのがこの RNN の用いた言語モデルです。実際にこれで文章生成を行うときは、このように単語ごとに展開してあげて、例えば i から i を入力して、 RNN 言語モデルに入力して、その中で確率的に次に出てくるのが正だろうというふうに出力されます。で、その正を次は入力単語として、もう一回同じようにやっていくと次はハローが出てくるだろうというふうに繰り返してあげることで文章を生成していきます。次にエンコーダーデコーダーモデルについてです。この回の文章生成におけるセックトゥセックのエンコーダーデコーダーモデルは、まずエンコーダーが文章を固定長のベクトルに変換する役割を持っています。そしてデコーダーモデルは、このエンコーダーで固定長のベクトルに変換された固定長のベクトルを受け取って、そこから文章を生成していきます。これは本当に簡略化された図ですが、例えば日本語を英語に翻訳するセックトゥセックでのエンコーダーデコーダーモデルであれば、我が輩は猫であるをエンコーダーに与えてあげます。それでこの我が輩は猫であるを固定長のベクトルに変換してあげて、それを先ほどのこれですね、この文章生成のモデルの一番最初にその固定長ベクトルを最初に入力してあげます。そこからどんどん文章を生成していくと、このように英語の I am a cat というふうに変換されるというのがエンコーダーデコーダーモデルでの文章の変換の流れです。
はい、次にセックトゥセックの問題として、まあ先ほど、エンコーダーで固定帳のベクトルに変換すると言いましたが、もう固定帳のベクトルになるのであまりにも長文な場合はそれを無理やり固定帳に押し込めるために情報を欠落する可能性があります。でその問題を解決するために、固定帳にあえてベクトルにしないで単語ベクトルをそのまま行列にまとめてデコーダーに渡してあげます。ただこうすると、まあ、デコーダーはそのまとまった行列を受け取ることができません。そのための解決策として、対応関係にある単語の情報だけを行列から抜き出してあげるという手法があります。これをアテンションと言います。まあ、例えば、先ほどですと、我が輩に対応するのが愛なので、我が輩は猫であるの単語のベクトルの行列を我が輩は猫であるのでまとまった行列の中から我が輩だけの行列を抜き取ってデコーダーに与えてあげるというような形です。はい、でこの行列と単語の重要その単語の情報の抜き出し方として、行列とその単語の重要度の重み付き輪でを計算することによってその単語の情報を抜き出すことができます。この時、単語の重要度は、先ほど言ったその固定帳のベクトルと、単語ごとに単語でのベクトルをまとめた行列のその類似度によって、単語の重要度というものを算出していきます。はい、というわけで最後に、まとめです。言語モデルは単語の羅列を確率として解釈するものです。またセックトゥセックは時系列データを別の時系列データに変換するモデルで、RNN を利用されています。でその RNN は、ループする経路を持ったニューラルネットワークのモデルです。またエンコーダーは、文章をベクトルに変換する役割があります。そしてデコーダーはそのベクトルを受け取って文章を生成するという流れで、セックトゥセックは文章を作成しています。またアテンションという手法を使うことによってセックトゥセックでの文章生成をよりよくできるということが今回のまとめです。最後に今回の参考文献です。ゼロから作るディープラーニング2と、自然言語処理と深層学習という2つの本を今回参考文献にしました。以上で発表を終わりにします。